デジタル技術を使って便利に快適に暮らせる社会について知ってもらおうというイベントが今日から松山市で始まりました。今回で22回目を迎える愛媛 ICT トレンドセミナーには民間企業や愛媛大学など19のブースを出展し最新のデジタル機器などが紹介されています。こちらはソーラー電源で動く監視カメラで携帯電話の回線で映像を送信できるため人家から離れた農地などの監視に役立つということです。またこちらは周囲の状況を自動でマッピングし人を案内したり質問に答えてくれたりする案内ロボットです。このほか過疎の街ながら30社を超えるサテライトオフィス企業が集まる徳島県南町で政策参与を務める吉田元春さんが講演。人口減少が進む中貴重な若い世代は地方の町同士で奪い合うのではなく分かち合うことが大切でそのためにもデジタルの力は重要と訴えました。このイベントは明日も開かれます。